童謡ゾウさん、八木さん郵便、詩、僕がここになどで知られる詩人窓道夫。そんな窓さんですが、一時期自分の食べなけに抽象画を描いていました。長い間ベールをかぶっていましたが、80歳代になりその存在がわかると、文学者や研究者は窓さんのストレートな気持ちや内面が出ていると評価しました。現在ではこの抽象画が窓文学を読み解く一つの鍵だとも言われております。それでは周南市美術博物館が収蔵している窓さんの抽象画を鑑賞しながら、窓さんが何を考え何を思っていたのかを見ていきたいと思います。今回の作品は落下というタイトルがついた抽象画です。作品のデータは1961年昭和36年11月16日水彩、ボールペン、ペン、紙となっています。ちなみに11月16日は窓さんの52歳の誕生日です。どのように制作されたのでしょうか。窓さんは落下という絵はかなり描いたと言われています。この作品は描く前からある程度構想が出来上がっていたのではないかと思います。まず線で全体の形を作っていった感じがします。そして線でつなぎ止めた塊が下へ向かって落ちているように見えます。心にくいのは遠くを小さく描いていることです。遠近感が出て青く大きな空間が見えてきました。そして画面の4分の1あたりから上に向かってこの無数の塊が堆積し始めています。その下には違うリズムの線で描かれた赤い領域が広がっています。窓さんは何を伝えたかったのでしょうか。窓さんは絵も詩も見る人、読む人によって考えや感じ方がある。すべて見る人、読む人にお任せするという立場をとっておられます。私なりに想像してみました。青く広がる空に地中の赤いマグマ。この絵は地球を描いているように思います。一見空から無数の塊が落ちてくるように見えませんか。不安な気持ちにさせますが、いかがですか。窓さんは全く違う捉え方をしています。落下は引力があるから起こるもの。そして引力はあらゆるものを地球の中心へと引きつけているといいます。するとこの絵は地球と引力の関係が描かれているのがわかりますね。窓さんの絵は物の原理も表現されています。窓さんは万物の源となる地球のことを心のふるさとだと思っていたのです。窓さんの絵は想像することです。実際にご覧になってあなただけの世界を見つけていただければと思います。